白昼の四角は、高木や光の推理小説。1959年5月1日から1960年4月22日まで、週刊スリラーに連載された。1960年、カッパノベルス観光。1979年に映画化、テレビドラマ化されて、話題となった。大企業を相手に完全経済犯罪を目論む、鶴岡七郎の暗躍を描いた。 ピカレスクロマン。小説前半の太陽クラブ立ち上げの部分は、実在の事件である光クラブ事件がベースとなっているが、後半の鶴岡の犯罪記録は実在の人物からの取材をもととしたオリジナルの物語となっている。作中、自作、幽霊にしへ行くお引き合いに出している箇所があるが、同作を枕にしている作品として、読売新聞1五十九年五月十四日。 発表の短編、講師館の幽霊がある。この作品は鶴岡が本作で行った詐欺事件の一つの原型である。戦争帰りの東大法学部生らを中心とする学生金融会社、太陽クラブの残党である鶴岡は法律の盲点をつき、手形詐欺などを働く。鶴岡の手法は事前に十分な情報を収集し、一滴の血も流さずに行うもの。 しかし、犯罪の成功によって、手形をパクられた被害者ばかりでなく、友人、妻、愛人も不幸になっていく。残された鶴岡は、1979年4月7日公開、東映東京撮影所制作、東映配給、上映時間154分。太陽クラブのメンバー鶴岡の女鶴岡の、協力者たち騙される人々利用される。 人々、裏社会の人々、国家権力側の人々、その他,他、角川春樹が、人間の証明で付き合いの生まれた、岡田茂東映社長に、独立プロを離れて、メジャー内部に単独で乗り込んで、プロデュースをやってみたいと依頼。他社からは断られたが、岡田から了解を取って、東映を単独で訪れ、悪魔が来たりて笛を吹く、本作、白昼の四角、魔界天章の三本をプロデュースした。 角川自身、角川春樹事務所を離れてと語っており、この3本は角川映画ではない。角川映画の番頭だった古澤敏夫は、春樹さんはプロデューサーとして参加していますが、制作の主導は東映ですと述べている。映画の制作が最初に報道されたのは1978年春。当時のキネマ旬報には、 白昼の四角の映画化を構想しているのは東映で、角川書店が高木明光フェアを予定していることから提携も方法も考えていると記述されている。また、主役候補として渡哲也が挙げられているほか、1978年10月の複数の文献には松方弘樹の名前も挙がっている。松方は1974年の NHK 大河ドラマ、 かつ回収で知り合った西野秋子とのフリスキャンダルでマスメディアに大きく取り上げられたが、松方が前妻と1978年7月に離婚したことから、松方芸能活動を休止していた西野を芸能界にカムバックさせようという動きが伝えられ、松方の後見人、岡田茂や角川春樹からオファーされたが、松方が難色を示し流れていた。 脚本の神波文夫は、もともとの原作が長く、シナリオを切るのが困難だったなどと語っている。1978年12月30日、東京帝国ホテルで記者会見が行われた。席上、角川春樹が高木明光氏の原作は2000万部売れており、氏は角川第三の男です。氏の作品は昔、大英で、密告者が映画化されて、 以来のものですが、いい作品になればと思っています、などと話した。高木は小説を書き出して31年くらいになりますが、白昼の四角ほどの悪党を書いたことはないです。これまで映画化の企画があり、こんな悪党をスクリーンで見せられないという理由で潰れてきただけに、今回の話は嬉しいです、などと話し、村川徹監督は、今までは3000万円映画しか撮ったことがなかったので、 今回の制作費7億円には、毛田が大きすぎるので実感が湧きませんなどと話した。東映で、初めて対策を任され、豪華俳優を使うことに興奮したという。島田洋子は、この作品で清純派のレッテル返上です。第一、私自身は清純派だなんて思っていませんなどと、話した。島田は、夏屋義伊佐夫との濃厚な濡れ場を演じている。 また岡光子も当時は家庭的な役が多かったが、鶴岡の妻役とはいえ、かなり激しい濡れ場を演じた。この記者会見の後、東映東京製作所でクランクイン。撮影の宣言製造は村川監督が誘った。宣言は、照明に名優の渡辺光雄を推薦したが、当時東映東京製作所はまた組合運動が強くなってきていた時期で、 渡辺から、俺が一人で東映に行っても、照明部は動いてくれないよと断られた。また東映のスタックから、かなり抵抗されたという。隅田光一を演じる岸田森の昇進自殺のシーンは、岸田が吹き替えなしで、本物の炎に包まれ長回しした。宣言は、対策を取るのは、初めてだったから、とても印象深い。自分でもよく取れてると思う、などと話している。 高木明光津は、偽会社員の応募に応じる役で出演している。年配者なので、課長役になるところだったが、指を詰めているために不採用となる、という役どころである。工業成績、岡田修は、予想よりも客は入らなかったが、6億円台であれば、角川春樹との提携も一応の成果を上げたなどと、述べている。角川春樹は、1981年、 東映発行の東映映画30年で悪魔が来たりて笛を吹く白昼の資格とも話題性はありキャッチフレーズは流行語となり悪魔が来たりて笛を吹くの工業は成功したが白昼の資格は思ったほど伸びなかったと述べている評論角川春樹は白昼の資格はともすれば原作を生かしきれない映像が多々ある中で私個人は 満足する出来栄えだった。マイナー映画の記載、村川透を監督に、宇崎龍道音楽に、バイプレイヤーの夏木伊佐を主役に起用しただけに、密度の濃い作品に仕上がったと思う。一方、社内の気候で映画を作ったことがないだけに、多くの人に迷惑をかけ、東方も苦い思いを味わった。しかし今後の映画作りの方向の中で、宣伝、配給、興行が一体となって、 一つのプロジェクトチームを作らない限り、今後一つの作品をきちっと成功させることはできないような気がするなどと述べている。1963年5月1日から6月26日にフジテレビ系で放送された。放送時間は水曜22時15分22時45分。スタッフキャストほか1979年8月4日から9月29日に、 毎日放送制作 TBSK で放送されたスタッフキャスト他美行ありがとうございます。